にちは、手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は塩尻安子がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。今月7日に行われた試合でプロバスケ B リーグの2部降格が決まった滋賀レイクス。今シーズンを終えた選手らが三日月知事を表敬訪問しました。今月10日、滋賀レイクスの選手3人が三日月知事を訪れました。滋賀レイクスは今月7日に行われた京都との試合に69対85で敗れ、リーグ創設以来初めての2部 B2 降格となりました。表敬訪問では滋賀レイクスのテーブス海選手がチームの B2 降格について伝えると、知事は怪我をした選手やヘッドコーチの交代など大変だったと思うとねぎらいの言葉をかけました。また野本大地選手から今シーズンの応援への感謝としてチームのユニフォームが手渡されると、三日月知事は2部でも青い旋風を起こしてほしい、応援していますとエールを送っていました。近畿2府4県の首長が一堂に会する近畿首長会の総会が今月11日、大津市で開かれました。近畿首長会の総会は大津市内のホテルで開かれ、近畿2府4県111の市のうち89市の市長が出席しました。総会では冒頭、地元大津市の佐藤健二市長が挨拶に立ちました。新型コロナが感染症法上の5類となったことを受け、4年ぶりに顔を合わせた形での開催となった今回の総会。会議では各府県の首長会から提出された議案の審議などを行い、真の分権型社会の実現や地方財源の確保を求める決議案を採択しました。なお最後に役員の改選が行われ、今年度の近畿首長会の会長には東近江市の小倉正清市長が選任されました。彦根市では今月13日、2025年に滋賀県で開催される国民スポーツ大会と全国障害者スポーツ大会のメイン会場、平和堂ハトスタジアムのオープン記念式典が開かれました。彦根総合スポーツ公園内に新たに作られた陸上競技場、愛称平和堂ハトスタジアムは2025年に開催される私が輝く国スポ小スポのメイン会場として開会式と閉会式、そして陸上競技が行われます。オープン記念式典には三日月知事をはじめ市長、町長など合わせておよそ230人が訪れました。記念のテープカットには大会のマスコットキャラクターキャッフィーとチャッフィー、そして地元彦根市からひこにゃんも参加しました。三日月知事は多くの皆様にお楽しみいただける施設としてこれからも大切に使用したいとのことです。今月20日まで実施されていた春の全国交通安全運動では、今月16日、近江八幡市でジュニアポリスに扮した地元の園児たちが
横断歩道での交通安全を買い物客らに呼びかけました。地域の大型商業施設で行われたこの啓発活動には、警察官や交通安全協会メンバーとともに、地元の保育園に通う5歳児15人がジュニアポリス姿で参加しました。園児たちが大きな声で横断歩道での歩行者優先などを呼びかけると、買い物客らは笑顔で立ち止まり、はい、気をつけますと優しく言葉を返すなどしながら、差し出された啓発品を受け取っていました。去年7月、世界農業遺産に認定された魚と人の営みが一体となった滋賀の農漁業琵琶湖システム、その認定証が今月イタリア・ローマで授与されました。世界農業遺産は世界的に重要な農林水産業システムを、 FAO 国連農業食料機関が認定する取り組みです。去年7月にこの世界農業遺産に認定された琵琶湖システムは、魚が田んぼで産卵する魚のゆりかご水田など、魚と人の営みが一体となった特徴的な循環型システムのことです。県によりますと、授与式は今月22日に FAO の本部があるイタリア・ローマで行われ、県からは大杉副知事が、また生産者を代表して魚のゆりかご水田協議会のメンバーらが出席しました。国内では琵琶湖システムを含む13地域が世界農業遺産に認定されています。滋賀県立聴覚障害者センターよりお知らせです。2025年に第79回国民スポーツ大会、第24回全国障害者スポーツ大会が開催されます。滋賀県立聴覚障害者センターでは、国スポ・小スポに向けて手話・要約筆記ボランティアの募集を行う予定です。今回は聴覚障害のあるアスリートのお話を聞きます。日時は6月3日土曜日、朝10時30分から昼12時まで。場所は琵琶湖耳の里で開催します。参加費は無料です。お申し込みやお問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回6月9日金曜日夕方6時にお会いしましょう。